はい、こんにちは、勝又博物館です。さあ本日8月21日金曜日でございますけども、昨日セイバーのね、ベルトを開けて生放送しましたが、なんとボックルンという新しいガシャポンが出ております。セイバーもいますし、ラインナップ見ると結構良さげですね。全11種類で対象年齢15歳以上、結構面白そうなので3000円分両替したんでやっていきたいと思います。1回200円、安いね。中はちょっと少なめ。もう誰かやったのかな。まず1回目、あ、ボーズエガちゃんがいた。ボーズ釣り集めて詰める。お、セバー、あー、ゴーストガスト。まあ今のところかぶってないからいい。15回できる、3000円だから。カモン。お、黄色ってことは01。違う、ジオー。なんで黄色なのに01じゃないんだろう。何これ、ツボ。壊して遊ぶ、めっちゃ面白そうじゃん。あ、一緒じゃない。あ、違う、ダブル。かぶってない。いい感じ。もうじきかぶりそう。白ってことはフォーゼか。あー、かぶったやっぱり。てか白じゃなくて水色だったな今ケース。うわー、セーバーが出てほしいんだけどな。あ、赤。あー、ゲイツ。さあセーバーが出るまでは回したい。やった、セーバー出た。やりました。じゃああとはバルカン01、01が欲しいね。セーバー、あー、ジオーかぶった。まあ、かぶってもこうやって積んで楽しめるやつだから量はあった方がいい。あー、セーバー、あれさっきこの色に入ってたっけ。ケース関係ないな今回。またセイバー急にいっぱい出るな。まあやっぱセイバー多分いっぱい入ってるんでしょうね、このラインナップからすると。ゼロワンも出てほしいんだけど。ゲイツすげえ出んじゃん。どうだ、うわー、かぶりまくりんご、やばい。電王とかも出てほしいんだけど。白、よし白。あ、フォーゼ、まあ被ってないからよしとしよう。あと2回早い。15回、早い。お、白い、体が黒いってことは。やった、電王、いいね。さあ、あとはゼロワンのビルド。なんだ、ダブル。はい、ということでお家戻ってきました。ソードライバーと一緒にね並べてみました。さあということで、ソードライバー、ジオーじゃなくてセイバー開けていきましょう。すごいねこれ、なんかよく考えたねって感じ。はい、こちらです。ドドン、なんだろうねこれ、箱だね。後ろから見ると昔こういうゆるキャラみたいなの俺集めてたな、豆腐みたいなやつ。これはどっから開けるんだ、パカって。顔の部分かな。ちょっと説明書というかこれを見てみましょう。リーフレットね。1 1 2 3 1。ん、ここか。結構硬いんですけど。あ、開いた。ここだ。ここが結構カチッて言うので、ここで、こっちに引っ張って、くるっと一回転すると、箱になると。そして、ソードライバー、ベルトの印刷が出てくると。これですね。
はい、じゃあゴースト、今次に手に持ったのがゴーストでしたので、ゴースト、ゴーストドライバー、ゴーストドライバー、あ、すごい可愛らしい、こんな印刷になっております。ちょっと最初はこのボックスに変形する前にこの仮面ライダーの状態で立たしておきましょう。次ウォズ、結構かぶっちゃったけども白いやつの方がなんか綺麗な感じがするね、かっこいい感じする。ウォズで、セイバー、ゲイツ、結構ほんとかぶっちゃったね。ゲイツ、仮面ライダー、こういう細かい顔の文字までもしっかり書かれてるし、ベルトのところも印刷すごいしっかりされてますね。はい、ゲイツで、ダブル、ダブル出たの嬉しい。はい、サイクロンジョーカー、ダブルで、フォーゼ、おおおおお、フォーゼ、体の絵のプリントの部分結構すごいよね、しっかりされてる。フォーセ、電王がいたよね、電王、さすがだね、さすがの人気、電王、なんかちょっと笑ってるようにも見えるね、目の部分が。はい、電王、青、結構ね立たせるの難しいんですよね。そしてジオウ、これで最後かな、多分あと全部かぶり。ジオウ、すごい時計みたいになってるね、四角で囲まれてる顔が。ジオウ、あとは多分かぶりだよな、うん、全部ジオウ、ジオウ、ゲイツ、うん、ウォズ、あ、すごい、ジオウとウォズとゲイツ一個ずつかぶりでちゃんとありますね。で、あとはそう、セイバーとダブルがかぶってます。ってことはセイバー2個かぶり ?3 個かぶりか、3個出てますね。さあ、ということでボックス状態の前にまずはこの状態ですね。ゼロワンが出なかったのちょっと痛いな。並べたのをちょっと見てみましょうか。はい、横に並べるとこんな感じ、かわいいね。ワンダーライドブックと比べるとサイズ感こんな感じです。かなりちっちゃいですね。体の部分がしっかりしてるからこれいいよね、パッと見でもわかりやすい。すごくセイバーも早くもこういう商品化ですからね。うん、いいね。さあ、それではじゃあ変形していきましょうか。ザン、はい、全部箱ベルトモードになりました。こんな感じですね。ベルト本当結構デフォルメされてるけどもしっかり描かれてて可愛い。いいよね、こういうプリント。サイクロンジョーカーの C とかすごいちゃん丸じゃん。めっちゃ視力検査の C みたいになっちゃってる。電王のなんかベルトもすごい空ガのベルトみたいな、なんか流曲線になってますね。面白い、角張ってないから面白いですね。でもこう考えるとソードライバーがすごいなんかアシュですよね、すごい。さあ、では積んで、積めるって書いてあったけど、え、積めないじゃん、干渉しちゃってて積めないよ。積めるけどなんかガチってはまる感じじゃないし、ちょっと無理があるな、これ積むっていうのもちょっと無理がありますね。なんか積むのにも限界がある、本当に3つとかが限界かな。じゃあちょっとかぶったやつとかもね使ってあげてみよう。見つけちゃった、これすごく良くない？ベルトの上に立たせる、そうするとなんかこうみんな会議してるみたいな感じで結構いい感じに映ってますよね。やっぱ多分単体で一個ポンってあるよりこのベルトのボックスの上に立ってる方が結構いいですよね、しっくりくる。かぶってもいいやつだ。ただあと一個かぶったのがセイバー一個だけなんですけども、これで全部なんですけども、
まあ11種類であの数全部揃えるのはちょっときつそうですよね。ゼロワンとバルカン出したかったけども、ちょっとさすがにね、3000円で、まあまだ他にもいっぱい入ってたし、あれだったんですけどもね。これはでも、キーホルダーにはならないですけども、家の中にどこかにこうポンって置いて飾っておく分にはいいんじゃないですかね。ちょっと、この状態で立たしておくと振動で、あーってなっちゃうけど、このボックス状態だったらね、そんなことは絶対にないので、まあ、積むことはできかねないですけどね、ちょっと難しいよね。ちょっと難しいですかね、積むのはね。はい、ということで今日は、こちら、新しいシリーズ、ボックルンでございました。それでは、また明日。